こんにちは。こんにちは。どうもポテトメガネでございます。よろしくお願いします。さあ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 。モッサンとやってた時って、うん、こんな感じでした。それでもなんかどうもーみたいな、ね。どうもみたいな。でしたね。ポテトメガネでございますみたいななんか。はい、ポテトメガネで。ポテトメガネでございます。どうもよろしくお願いします。はいはい。ね。2人ともなんかすごいローな感じで入っていってそのまま話す感じだったんですけど、ねねね、今ふと思った、うん、そうそう我々でねまあ良かったんでしょうけど、いいっすね、ということでね本日もまた商品紹介、うん、今ねどうしてもやっぱ入荷が結構各社続いておりまして、うん、なかなかね僕たちもそのバタバタしたりとかすると、うん、商品紹介とかなんかね例えば SNS、うんインスタだったりとかで更新がなかなかこうできない時もあったりするので、そう、忙しいのね。そうなんですよ。おかげさまでね、本当にたくさん皆さんに来ていただいててね、はい。もう最近ではね、すごいね、ちょうど東京からとか、うん、埼玉とかからのご来店が続きましたね。うん、そう。すごい。来てくださるんですね。いやー、すごいよ。だからなんで知ったんですかって YouTube 見てとかっておっしゃってて。うん、多いです、ね、来てみたかったんですよとかってね言われるからわざわざ嬉しいそんなところまで声が届いてるんですねなんてお話をちょうどねしてたところだったんですけどね、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、これも一人にジュカちゃんのスター性なんじゃないですかそんなことないけやべえ、ま、分かって回っとって回っとってね揺らすなってねっていうところですね、はいはい、ちょっと前振りがね長くなりましたけどもはい、はい、ということでね本日は、うんこれネイティブサンズのですね、はい、これね比較的新しいモデルでこれねギンズバーグというモデルになるんですねでこちらなんですけどあのね多分ねちょっと近いもの皆さんね記憶に新しいゲレロというモデルを覚えていらっしゃいますか、うん、そうそうはい。あちらとね間違われる方いらっしゃるんですけどこれはねまた別なんですよこれ微妙なこのニュアンスが、ね、微妙じゃないですかめちゃめちゃ微妙でしょ一瞬パッと見て分かんなくて分かんないになるでしょ結構見ますはいでしょでこれね早速ジュカちゃんこれガソリンからジュカちゃんかけてみてくださいこれテンプルも違いますテンプルは一緒です一緒なんだ一緒ですここだけか一緒ですあれはいほらわかります？そうわかります。わかります。わかんないんですよね。そう僕かけるとこんな感じなんですけど、うん、まあゲレロねちょっと後ほどかけようと思うんですけど、うん、ゲレロと比べるとねこの辺がの、ね、シェイプがちょっとキリッとこう上に ねしてるっていうところとゲレロがですねここのブリッジのところがこういうですねサドルブリッジに対してこっちはね。わずかながらこうキーホールになってるんですよねちょっと分かりづらいですけどこの鍵穴みたいな ね, そういうことですねキーホールブリッジになってるんでちょっとねキリッとこう男性寄りにかけたいとかっていう方は、うん、これね意外とこの、ね、差を感じていただいてましてこの感じがねすごくね好まれるんですよはあ僕はね顔がちょっとあれですけどまあゲレロよりはなんかどうですか確かにちょっとキリッとするでしょキリッとし見えますね、うん僕はね、性格キリッとしてないからですねちょっと、多分ゲレロの方が合ってるんですよ、うん、はいでも、ジュカちゃんとかは、まあ、ゲレロももちろん似合ってるんですけどなんかね、こういうこなんかキリッとすることによって女性らしさも出るからあるかもですねまたちょっと違うこう見え方ちょっとなのにこのね、メガネって本当にちょっとで変わるんですよ、印象ってゲレロとちょっとですよね、はい、そうなんですよだからね、こういうなんかちょっとしたところね、あんまりこう店頭とかで熱弁してると、この暑いっすねみたいな感じになっちゃって、うん、そうそう、皆さん惹かれるかもしれないですけど、それぐらいやっぱ伝えたい部分ではあるんですよね。うん、聞けば聞くたびわからなくなるかもしれん、私。ゲレルと同じ、もちろん、ね、あのクラフトラインから出てるシリーズなので、うん、やっぱりですね、こういう長板のですね、こう、箇所があんま見えないですね、すみません、ちょっとね、そうそう。なんかね、ちゃんと映りますかねこういった長板箇所のね仕様とかも同じなんで余計にこうなんかねこうかぶって感じちゃうかもしれないんですけどね、うん、こちらサイズがですね、はい、46.8、はい、22.8 でございます、はい、あ素晴らしいアナウンスでしたねでこれねゲレロの方かけますこう違うでしょうやっぱりこう印象が分かりますかね、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどはいうんうん、違う。わかります。違います。いや、違うんですよね。うん、
うん、違いますね。あ、違いますね。結構違うと思いますよ。こうやってかけ比べると、これ入れ替えるでしょ。ここから違うもん。違うでしょ。そうそう、そこから結構違いますね。ちょっと交代してみましょうかね。うん、うんうん、違いますね。いや、違いますね。何のリアクションよ。違うでしょ。そうそう。だけどこうやってかけ比べると結構差がね、分かりやすいんですよ、実は。もうこれだけは毎回土曜日だけ出勤してるんですけど、うんうん、並んでる時にね、あ、どっちだったっけみたいな、ね、そうそう、こんがらがっちゃいますけどね。今ね、ガソリンカラーとブラックを揃っております。うん、両方、うん、あるんですね。2つのモデル両方揃えております。はい、かけ比べていただきたいなと思ってます。本当ですか。はい、そうですね。めっちゃかけやすいですよね。はい、これかけやすいです。何なんでしょうか。はい、しかもちょっとなんかほら、クラシックっていうよりもちょっとそういうね、都会的なこうね、要素もすごく入ってるから、このやっぱ街中にもね、また相性がいいのかなと思っておりますけどね。かけたらたまりまへん、意外とな。はい、そうですね。はい、ということですね。はい、今日はギンズバーグのご紹介をメインにしておりました。はい、ということです。はい、ぜひかけてみてください。ぜひ店頭でかけていただきたいと思います。よろしくお願いします。どっち？フェードアウトしないやつですね。そうですね。はい、なんかね、そういえばこんなことやってたら、うん、ちょっと前にね、なんかね、お子さんがやっぱ、うん、僕ら言ってたじゃないですか、 MJ の願いはみたいなやつあるじゃないですか。はいはいはい、あれをね、すごい気に入って、公園でみんなで友達と一緒にやってきたさ。チャンネル登録やってますね。そんなに子供に受けるのかな。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録みたいな。あのぬがやっぱり言ってんのかな。あれなんです、とっさに言われたんですよ、ね、あれとっさに言われましたね。そうそう、だからあれ結構受けてるみたいで、なんかね、あれ嫌味しないですよね、あんまり。ないんじゃないですか。勝手に自分がやってて思いました。うん、ちょっとまあ定期的にちょっと更新していければと思いますけど。モッセンと MJ バージョンもやったらいいんですよ。おかしいなことになるやろ。やるかな。ヌは山本くんやるかな。モッサンがヌですね。あ、いや、そしたら一緒にやるか。そうよ。やるのかな、山本くん。やれよ。いやいや、そんなキャラじゃないでしょ、急に。関係ないでしょ。やらせるだけ。モッサン何でもやるよ。多分や、頼んだらやってくれそうだね。モッサンは何でもやる。やるかな、うん、これ前振りでしょ。いない時に限ってそんなことで俺らも言っちゃってね。あ、うん、そうです。いない時に言って、いやめくださいよって言わないでくださいよ。多分カットされてますから、この前はね。はい、という感じですね。はい、繋がせます。はい、ではでは、こんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。 MJ の願いはチャンネル登録。 MJ の願いはチャンネル登録。 MJ の願いはチャンネル登録。モッサンの願いもチャンネル登録。ぬで終わった。ぬで何？